まあ、実際もう今回5回目こういった賞ええ。にエントリーするというので、いつか取れたらいいなと思いながらも、なかなか力のこもった代表作も落選していたので、もう絶対取れないんじゃないかと思っていて、今回選ばれたので、非常に光栄な取り組みとしてやってきたことが、ある種、分野を超えた、垣根を越えて伝えてきたかったこと、またそれをどう伝えたいかということを関してやってきたので、そう言ってくださるのは、ありがたいなと思いました。おめでたいんですよ。どこがおめでたいかっていうとね、プレイミュージアムのね、始まる前日ね、もうあらゆるね、そういう専門の業者が最後の日に集まってね、一生懸命やったって。僕はそれ話を聞いてね、その結果、そういう展覧会できたと思うね。ものはね、どんな、本当に好きでいいなと思う。で、ものを買うのね。だから、デザインってものはね、そのものが好きだっていうことね。だから、それを、に関連してる、技術ね。それを徹底的に、研究することね。柚木さんとしては何がその見る人に元気を与えているそれはのこっか。ちが元気だからね。元気。